ベスコングルメ未公開シーンを限定公開。サイクリングで信州牛ハンバーグを目指す道中、ベスコンガールが夏の軽井沢グルメを味わっていたんです。あれ、なんかある、なんかあるよ。何ですか、ここは。特産品直売所。いいですね。うわ、めっちゃいいやん。何ここ。ちょっと行ってみる。行きましょう、行きましょう。いや、いいね。うわ、最高。うまそう、うまそう。焼きもろこし、うまそう。これうまいっすよね。たまらない。うわー、いい音してる。醤油の焦げた。あー、くるね、くるくる。うわー、拷問やわ、こんなの。本当だよね。ちょっと食べられないんで、代わりに食べてくれるものがいるのよ。何それ。何ですかそれ。ええ、おーい、はーい。あ、頼むね。食べてくれるんだ。ベスコンガールです。ベスコンガール。我々の代わりに味を伝えてくれるというね。めっちゃいい仕事やん。なんなんそれ。ちょっといい焼き物欲しい。えぐいえぐいえぐい。うわ、これは力あるな。行こうよ、ガブッと。いただきます、うん、気をつけてね。だけど、うん、うわ、いい。美味しいです。いや、だろうね。めっちゃうまそうに食うやん。すっごい甘くて、うん、一粒一粒が強いです。強い。力ある。これ食べたい。しかもめっちゃ美味しそうに食べる。そう。 でもね、ムカつくのがね、一人一人の目見ながら食うんですよ。目合うなと思ってました。目合うでしょ。いや、今の美味しそうでした ね。次回から私あの役で呼んでます。ベスコンガールで、はい、いやいやいや。お願いします。ベスコングルメ夏の特別編、絶品キャンプ飯を作りベスコンに仕上げる。日曜夜6時30分。